分1から100まで全部教えるとなかなか1回で追いきれないんです。これさっき言った点検パック入ってるのに、2000円のサービスとお客様のデータの登録をさせていただいた件の発表してるので、そういうご自身のですね、こちらの方法ですよ。いいですか。あ、そうです。あ、すごいね。とってもいい。これ当て、あ、そうだよね。しちゃってるから、はい、画像だけ撮れてれば、そうですね、なんか家族の会話、誰かに聞かれたくないって場合は、音声がオフにしておきますから、それで映像だけ撮ってますから、音は、はい、あ、この AV っていうのが、AV からドライブレコーダー、あとまあラジオ、テレビとか、放送料とか、なるほど、繋げれば、スマホの携帯で音楽入ってるやつ飛ばしたりとか、そういうこと。チャンネルってことテレビ、あ、それはできない、あくまでこっちがベース、ね、こっちでやってるチャンネルに対してこっちですから、こっちでナビ、こっちでテレビってできない、こっちでテレビで大体しかもこのボタンで動かす
リモコンでもできない。真ん中ちょっと近いんだったら、ちょっとこれ、これも、うん、使ってみよう。後ろに人がいっぱい乗ってたり荷物で鏡だとこう視界が遮られちゃった時にカメラに切り替えてる。バッテリーの言い方だと。そうそう。これ切れないかな。ガチャンと刺してもらって、でガソリンってこういう形してると思うんですけど、そのままガンと刺してもらって、そのガソリンスタンド の, その形で確か日本って2種類ぐらいあるんですけど、まっすぐ入って給油できるのと、ちょっと入れてこっちに若干ひねって入れる場合があるんですけど、それでそのままブスッと刺して入れていただいて、ちょっとハイトが見えちゃってるから前からは。うん、ここでドアガラス、うん、でここの下にもまあボタンあるから、これで、うん、じゃあ、うん、そうね、でも必要なければ上だけでいい。そうそう、足足があります。オンだし、はい、なおかつ足のやつもできますよって言ってので、セレナの場合は、だいたいこのドアハンドルの下に、こういう感じで、はいはい、で閉めるときもごめんなさい、ちょっとここなんですけど、はい、この下に、あ、そういうことで入れたんです。これ、こっちがね、ちょっと、例えば、こうやったりとか、基本的には、まっすぐ垂直に向きやすいんですけど、入れながらちょっとこうなっちゃったりとか、そこからクッションがあんま反応しないように、手が塞がってる時とか、スッと入れてる。この下にちゃんとこう入れていただくと、あとはまあ、ボタンで動かせたり、リモコンでもリモコンでもできます。長押ししてもらう。あ、長押し。これも両方動きます。はい。はい。左右。はい。今日はありがとうございました。どうもどうもどうも。またどうもよろしくお願いします。ありがとうございます。お世話になりました。またこれで発表してます。ぜひ。
ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。